風のトンネルの真ん中に立って海風を浴びる。風が体を吹き抜けていく。風の吹き抜ける森にはセミの声が鳴り響き、セミの音がぐるぐる回る。波の音が聞こえ、風の音が聞こえ、光がちらちらと音を奏でる。神社の境内にあるこの場所は、風が回る、くるくる回る。真夏の光は木漏れ日となって潮風に舞う。神社にいる神様も、海を見つめて立っているお墓のご先祖様も、みんなこの吹き抜ける風を浴びながら潮風に洗濯されて一つになっていく。まるで洗濯機みたいだね。ここは物語が洗濯されて風に飛んでいく場所なのかもしれない。風のトンネルを抜けていくと、目の前に水平線が広がる。向こう側に大きな陸地が見えてくる。
せては返す波の中で、たくさんの行き交う船を見る。船は日本と大陸を結ぶ。太陽の光が波に当たり、水面がキラキラと光る。なんだか道ができて、向こうまで歩けそうだ。遥かな時を越えて、ゆらゆらと揺れて、寄り添い眠る。何億年の時を超え、少しずつ浸食されながら
お城は出来上がった。雨と風と太陽が作った大きなお城、そこにはいろんな種類の植物が生え、いろんな種類の生き物が住まう。みんな潮風を浴びながら音に耳を傾けている。潮が引いていくと道ができて、潮が引いていくとこっそりと渡れる。潮が引いた時だけ渡れる場所には潮が引いた時だけ見れる景色がある。遥か彼方の時を越え、つながり見える。心の故郷。